子供が欲しいと言われたことはないです。不妊処置を提案していたのは江差町の社会福祉法人アスナロ福祉会です。運営するグループホームで知的障害のある入所者が結婚や同居を希望した場合、出産後の子育てを支援する体制が整っていないことなどを理由に20年以上前から不妊処置を提案していました。保護者と本人方の意思があって今回このようなまあ避妊の手術ですね、という部分も望むということです。利用者の方々の本当の望みですね。なかなか結婚さえ同棲さえできないこの福祉の業界の中で、本人方はやっぱり自由に恋愛したい、結婚したい、その言葉を私どもが叶えてあげたいという気持ちからやったことなんですよ。で、その中で強制したなんていうことは一度もないです。不妊処置に同意し、9年前から施設内で一緒に暮らす入所者は、納得してやるっていうことにしたんで、望んでないです。ただ一緒にいたいっていうだけです。今は幸せです。これまで施設側からの提案に少なくとも8組16人が応じ、保護者からも同意を得ていたということです。育てていく勇気がないから、生活ができないからです。ここ出ちゃうともう生活は無理なんで。施設側は処置を拒否して退去した人はおらず、結婚の条件にはしていないといいます。避妊を条件にということで、それが嫌で外へ行ってっていう人は一人もいません。施設側が不妊処置を提案した背景には、グループホームで暮らす障害者の出産や育児の支援制度が整っていないことがあるといいます。ケアの対象ではないんで、生まれるいずる子供が、だからそれは家族とまた相談して方向を決めた方がいいですよと。今の現段階ではやはり障害を持っている人たちの結婚生活という部分では、まあ我々もケアの限界がやっぱりあるということですね。障害者への不妊処置をめぐっては、国が旧優生保護法の下で強制的な不妊や中絶の手術を進めてきた歴史があります。障害者の自立支援に取り組む NPO 法人札幌いちご会の理事長長内美智子さんは、昔から同じですからね、私も子宮取らないからって言われたしね、悲しかったですね。でも私は取らないって決心したんです。長内さんは脳性麻痺による障害がありながらも結婚し、周囲の支えを受け子供を育てました。障害者が子供を産み育てることを諦める背景には、社会的なサポートが手薄なことがあるといいます。今ヘルパーが足りないからね、私も今生きていくのやっとですからね、やっとそれが足りない。施設側が入所者に不妊処置を提案したことに対して、優生保護法被害者弁護団の小野寺弁護士は、ご夫婦が子供を持つか持たないかっていうこと、何人持つかとか、そういったことっていうのは本来自分自身で決定するっていう、実際には侵害をしているというケースだと思いますので、まさに人権侵害のケースだと思います。人権に対する配慮っていうのはやや欠けていたのかなと思います。道は今日午後施設を訪れ、理事長ら関係者から聞き取りを行い、不妊処置を提案した実態を調べています。